こ最近、フライ選手が、ケインの後継者、遺跡金50億というビュ稼ぎの飛ばし記事みたいな流れを見て、そんなバカなことあるかよと思ってます。ポセゴさんは、フライ選手を連れてくると思いますが、ちょっと信じてるじゃん <laughs> フラケインの後継者あるかよ。レオさんどう思います <laughs> ちょい信じてるじゃん気になってるじゃん絶対。<laughs> だから、これあれだよね。あの、ケインの後継者とか書いた方が、 ケイン有名だし、古橋への期待でみんなクリックするし、50億とか書いた方がすごいお金だってなるからっていう、この、だから YouTuber になったらいいタイトルというか、すごい優秀なタイトルですよね。人にクリックしてもらわなきゃいけないから。そう、だからこれは、ね、いいことですよね。ビュアーは稼がなきゃいけないからね。嘘でもないしね。だってスパーズにフォワードとして入ったらケイン出てったら後継者にはなるからね。っていいンが、ね。 50億本当払うからしたら、これは飛ばしている本当になるよね。で、ポセテゴールがフラッシュ出てくるかどうかっていうのは予算次第ですね。ただ、ケインいなくなった場合のセンターワード誰かっていうので、同じようなチーム作るんだったら、ケインとフルハシって、あの、集球学的に言うとね、あの、属性分けで言うと、ケインは、あの、ポストプレイヤーとかセントラルクリエイターとかいうタイプなんで、で フルハシはフォローストライカーとかサイドクリエイターの方なんだ。タイプが全然違うから、中央で溜め作って周り生かすのと、サイドから入ってきてチャンス作るみたいな。フルハシ真ん中でちょこちょこ動いたりはするけど、真ん中でがっつり溜め作れるかっていうそうじゃないから。あれはスコットランドリーグでしっかり相手がマークを突き切れてないとかライン乱しちゃうっていうのがあるから、ああいうふうにフリーになれるから。 だこういうふうにあのフォワードをフォワードって言ってさあ、だからそういう属性をちゃんと分けてないからこういうの基準なんだよ。だって日本人で言うとさあの、浅野と上田のタイプ全然違うじゃん。でもこれをフォワードって言うじゃん、みんな。<laughs> みたいなこと。これをちゃんとあの浅野を、うん、オフ・ザ・ボーラーで、上田を、あのー、あ自分で属性全部そういうふうにあのフォワードっていうか、ポジションごとにキャラ分けしてんの。そうだから 浅野をラインブレーカーとか、で上田綺世はブラインダーとポストプレーヤー最近持ってるよね、みたいな。っていうと全然違うじゃん。これに分けれたらあれなんだけど、そういう文化がなかったから僕はこういうの使うときに難しい言葉とか言われちゃうんですよね。<laughs> で、孫憤民とどっちかっていうと、だから孫憤民とちょっとかぶるんですよね。左のウィングから入ってきて、裏抜ける、もしくはボール持ったときの1対1もできるみたいな。そうだから、古シースパーズは当然見たいですけどね。気持ちとしては日本人応援気持ちとしては見たいですけど、 ケインの後鴨として同じことをやらせるのは違いますね。ただ、スパーズの場合ね、こんだけシャドウインのにシャドウ取っちゃったみたいなわけわかんない保険をしたりするから、だから、あの、一番予想できないですね。こうなってこうみたいなのが、多分スパーズサポーターの人もしっかり予想、予想というか、この、なんていうのかな、本当なんか、おみくじ的な感じ、うん、ではいけるだろうけど、なんかこう、どうなるみたいなサイコール振る感じの予想で、あいや、当たった、外れたみたいな。あるけど、本当に論理的にこうでこうでこうでみたいな。 だ競馬で言うと買わないレースになりますよね、これ。わかんないからっていう。そう、ポステコグルートってのはね、もう、スパーズやってくれる人いなくてポステコまで行ったかって感じだけど、そこでなんか飛びつくポステコ感っていうか、うん、いや、これでね、めちゃくちゃ補強したら全然状況変わるけど、だって今の戦力モーリーニー持ってたらまた違いますからね。めちゃくちゃ戦力揃えてもらったりとかしなかったら厳しいだろうね。 チーズ君、ポストがングはとってもの監督になって、プレミアの日本支部作ってくれるのありがたい。あ、そういうことか。古橋とかね、旗手をセルティック呼んだみたい。でもね、その周りのレベルが違うからさ、こう俺、古橋大好きだし、古橋代表に呼んでほしい側だけど、だとしてもやっぱ、スコットランドリーグの守備、えぐいからね、伸びしろがすごいから、スコットランドリーグの守備は。あ、ここ視野にちゃんと入れてる、ね、その集休学が書いてあるロック。 守備の原則守ったらここ失点しないなとか、裏ケアちゃんとしたら失点しないなとか、L 字作ったらもっと突破されないなみたいなところ全部やらないから、もうフィジカルとか強いじゃん。うん、スコットランドリーグってすごい伸びしろあるから、未来あるリーグだと思うんで。でもね、プレミアの場合はそういったところで、ちょっと伸びしろはね、もうやる選手多いからね、伸びしろないから。 <laughs> スコットランドリーグ批判で荒れないようにプレミア落としちゃったっていう感じだったけどそうってなるとね日本人選手が行った時にそのままスポット活躍できるのかっていうとちょっと難しいからな同じように呼んでくれたら嬉しいけどねなんか他の5大リーグ以外で仕上がってる選手がスパーズ来やすいってあるけどうーんただねこモーリーニョで無理でコンテで無理でポチェッティの解任してるチームがポステコ・グルーだけ長期政権でめっちゃ強くなるっていうのは なんかそのままことわざになるよね、ポセゴ・グルーでいけたら。うんだら基本考えたら厳しいですけどね、ただサッカーに絶対はないから、絶対無理とは言わないけど、ほぼ絶対に近いぐらいポセゴ・グルー厳しいっていうか、レビィ変えないと厳しいと思いますね。<laughs> 普通にプレミアから強いチーム1個減るの寂しい。でももうね、コンテでちゃんとやれなかったていうか、コンテにちゃんと環境を整えてあげなかった時点でもうね、欲しいっていう選手とんないでいらない選手取ってきて、うん、何したいんだろうね、本当に。 本当、スパーズは、うん、何をしたいんだろうっていうのが多いっすね。古橋がね、点取ってる理由みたいなところで、基礎技術むちゃくちゃ高いっていうのは、まあ当然なんだけど、やっぱりね、相変わらずスコットランドリーグのディフェンスが、全体的に伸びしろがすごいんだよ。<laughs> スコットランドリーグのディフェンスのレベルの伸びしろがすごい。うん、将来性があるディフェンスしてんだよね、みんな。そう。なんかね、こうパワーに特化しててね。そう。 他の,あのステータスもどんどん伸ばしていきたいなっていう感じで、古橋のいいところで言うと、まずあの得点を取れるような状況というか引き出しが多い。飛び出すとか、裏抜けとクロス待ちと、あと1対1の仕掛けがあるから、左右両足使えるじゃん、あん1対1で仕掛けてるときにどっちっていうのを決めてコース切りきれないんだよね、相手が。で、右足のキックイントってさ、利き足だから引っかかりやすいじゃん、相手が。で、それで突っ込んできたところをかわして左も打てるから。 それ素晴らしいのよ。で、クロス入るときも、毎回ちゃんと相手の背中入ったところから前なのか、一気に奥取ってディフェンスライン下がったら手前なのかって、その駆け引きも素晴らしい。上田や世か古橋かってぐらいじゃん、今で言うと。そういうの完璧にやるし、もう細かくやるしね。で、あと、あの、裏抜けのときも、膨らむのか斜め走るのかの判断もちゃんとするし。で、何よりシュートの技術なんだけど、これは今日ね、あの、レオザ学園のここだけの話で言ったやつだから、これはちょっと細かい技術で、俺自分の受け持つ選手にしか教えたくないやつだから、 うまく言わないけど軸足の、あのー、使い方っていうか軸足に関するキーポイントがあってシュート決めるにはこれできてないとシュート決まんないのよこの軸足っていうところがフラッシュ完璧なの こういうい古橋の、まあ、普通プレミアリーグ行っても味方がチャンス作れるチームだったら,らブライトンみたいなチームだったら全然活躍できると思うアストンビラみたいなチームだと苦しいかもしれないけどこの子で全部なんとかしてみたいチームだと厳しいかもしれないけどただそれ以上にスコットランドのディフェンスがねもう全体的に育てたいね、うん、スコットランドの指導者たちの、ね、こうやる気が試されるディフェンスをしてるんですよね。 まず裏ケアは基本しないっす。裏にボール蹴れますって時になんならサイドバックだけがスピードで負けたくないから裏ケアしてセンターバック下がってないからフラッシュこれですうん,なんか味方のウイング行こうとしてもサイドバック裏ケアしますでこっちは裏ケアしてないです結果真ん中がすげえこのオフサイドラインすごい余裕あって結果ボール出る時にこうみたいな <laughs> とか横からボール入ってくる時きまあロックしない、ね、ボールホルダーと自分のマーカー同士やりながらガンガン背中走られるけど全部パワーみたいな。 っってててていいいうところが、ね、なんかすごい、ね、愛くくるししし抱きめたたな思まね見ててそうだから今後もねスコットランドのディフェンダー全員を、ね、応援していきたいなっていう,うに僕は思います。それが古橋が点取れるいう古橋自体のレベルがもう日本レベルだともう最高クラスだしプレミアでもできるレベルそんな中でスコットランドの、まあ、ディフェンスがそういう、ね、あのすごいキュートなんで結果その差が22点だっけえげつない数字を生んでいますね。